なさいっあて、れ、電車で時々謝ある。れどうすんだろう。旅の扉に入っちゃえばいいんだよね、もうん、入ったらムービーになった。初飛めばてせだる。からじゃないの？え、青さんは初めてなの？違う、私あ、クエは、ストリプレイしたからね。飛ばせるっしょ。あ、飛ばすね、ムービー。飛ばせれないの、俺だけ。うん、うん、最初は初めてやがる。はい、色調べて。石登録しなくていいの、これ。いや、いいよ。いや、同盟の書があるからいいな。ああ、うん、飛んでこれるんだ、知らなかった。ないなぁ。いつ頃あったっけ。 お払いしてくれてありがとう、さすが。これでわし清らかなウサギになったっけ。お、来た、うん、で、この井戸に話すの、うん、指定のパーティーと翡翠だ、翡翠さん。翡翠さんって、あ、サンゴさんか。うん、豚骨実業の販売担当です。豚骨実業。そういう高校ありそうよね。うん、当時振ってね。まあ、まあ、いけるでしょ。え、また移動だ。うん、あの、なんかバズズとあのベリアルと、うん、アトラス倒せなかった。強いね、こいつらが。まあまあ、ほんでまた。まあまあ強い。うん、お卒業日を卒、うん、あ、光秀さん初めてでしょ。あれ初めてだよ。私にも全然あんまり、あんまり情報言わんほうがいいよね。火力で行けばよかったかな。あの、わしがおるけ大丈夫じゃけ、ね、安心しとき。ですれん。火力足んないかもな。らするけってあ、うん、なんで構成事項来て。守り構成。あら、あかんやん、うん、大丈夫よ、みんな。第一ラストどっちだっけ。ジャンプって食らうのこれ。これ結構タイミング。あれと一緒、うん、第一のモグラの攻撃と一緒で飛ぶの。グランドは、はい、あ、ひとたりじゃあいますね、この後、はい。声入りはあったっけ。ガセットだってわしが普通に最強最強最強シナジー。よし、わーわー、これで死んだっしょ。あ、早い。わしのね、わしのナイス。これ以上はないシナジー。まあ、早い。え、指導の前に2回戦いがあるの？ 3 回。3回。あ、そうね。だから次がアトラス。あー。あ、再現です、ちゃんと。うん、あの、そう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 、2の再現。2の再現なんで。やべえ、2とかわかんない。なんや。これ綺麗でしょ、景色。見てなかった。いや、一番最後のとこ綺麗よ。うん。いや、この途中も綺麗。うん。うん、あ、うん、記事に載せたいから写真撮ろう。壁は青様かな。壁じゃ分かった、わし壁ができるようになったから。うん、8人だと強気だな、青様。ハゲ、ハゲ、ハゲだわ、はい、はい、ナイスタイマー、必殺あり。これ結構早いんだよな。わし壁するの？あ、そらった。サイカ引きまーす。サマソナと入れまーす。はい。また来たね、シナジー。気持ちいい、これ。おい、俺にカウンター来た。強いな、こいつ。強いよ。まあまあ強い。あの、実はちょっとアタッカーが好き。アタッカーが、ミツさんと青様がメインアタッカー。うん、
でももうすぐ落ちると思う。まあこれ落ちるでしょもう。はい、オッケー。うん。いやなんか8の削りは青様に任せようかな、うん、3割以上楽しいね、うん、これもう今普通に同盟で行ってもなかなかマッチングしないコンテンツ指導は何とかします、うん、時間帯まあかな、うん、0時過ぎたら厳しいっすね、うん、あ確かになるほどでもなんか適当に多いトレアムとこれはね、うん、まあまあ入るけど、うんうん、ちょっと暇つぶして殴りたくなるんですよ、時々。確かに。時間かかって勝てへんかった時にめっちゃ耐えるね、うん。そうそうそう、だから3年、何かで10分、20分かかるからな、これ。一番暴言多いコンテンツ、これ指導だった、うん。一番いい気がする。暴言多い、暴言多い。カオさんは死んでる。うん、やべ、当たった。これ、これするの大天くんが誰か大天くんをあれ大天くんどこ待ってもらった行こうかそれ範囲多いなこいつアンデスいやいやガジ引いちゃおうどこ逃げようとしたら壁だったエリアの必殺チャージ、うん、おゾーン、ゾーン中です。あ、いいね。あ、ヌキモン。アヌビス。これはね、キリ。だけどみんな死んでる。みんな死んでる。これキリキラしたから。うん。おらおら。反抗するわ。めっちゃ大変なことやってる。ミスいくなっちゃった。で、ルイスの抜き寄り。うん。あ、ミス。はい、無敵です。キリマコ、今のうちに。ベホマスター。あ、そうだ、ロスアタ。ロスアタだ。はいね、こいつ、あれなんだよ。2連続ベホマしやがったぞ、あいつ。3連ベホマしてきた。マホトーン、マホトーン。4連目。使いすぎだろ。やばいな、一気に白まで戻った。白まで戻った。めっちゃ回復されたぞ。ガジェット。切りオッケー。はーい。はいか。様そう。ラッシュラッシュ青様ラッシュ。また怒ったよ怒ったよ。誰かロスアタを。ちょっと今ガスレボはちょっと。ガスレボは脳死なんでちょっと。今青様が誰かって言ってたの俺は聞き逃さないかと。ロスアタとか基本しない人生を送ってるから。いやあかん。それはガジレボはしょうがない。え持ってこようかじゃあ。ロスとアタック。ペホマ連打で城まで行ったの初めて見た。あそこまで連打されたのはちょっと初だな。うん。大体黄色赤のループなのに。そうそう。城まで戻った初めて見たわ。ロスとアタック持ってきとけばいいじゃん。うん。ある人生だったらね。うん。今日から人生変えることにしたよ。ちょっと待って、パトコマ。エルメゼの時はしてなかったの、ロスアタック。一回もしたことないよね、光秀さん。まあ、サポマモだったからね。いや、でも前が落ちた時の代わりは、サポがやんなきゃいけないから。いや、まあ、部がね、やってるし。そうなんだ。まあ、サソリでももちろんね、してこない人生だ。綺麗だ。ムービー綺麗、これ。綺麗だ。どこに出た暗黒球の中じゃないのか。こうみんな並んだときスクショ取っとけばいいんじゃない。うん。1、2、3、4、5、6。
ムービー。あと2人。あ、来た。はよ。はよ。多分、三つ矢さんが、ムービー見てるか、ちょっと遅くなるよね。うん、大天くんも多分、ムービー飛ばせないでしょ。いるよ。飛ばせます。いる、うん、いるよ。あと三つさんだけです。うん。これ、どれか1キャラでも終わってると飛ばせるね。あ、そうなんだ。そうなんだ。だって俺これ初やもん。このキャラでいく。この動画、YouTube。ストーリーと一緒だね。うん。うん、俺らかっけーって言ってる。うん、本当よ。みつさんにカウントは任せちゃっていいかな。うん。うん、頑張る。あれ意外とでも範囲が狭いよね。うん。まあ自分がかかってればいいみたいな精神でいいと思います。これ夕日綺麗。あ、そっか、目がざらるか困ったら。うん、そう、困った目がざらる。うん、目がざらはよ。そうか、喋ってなんか違和感あるなと青様が普通に喋ってるんや。そう。そう、今日一人弟がいない。あ、なるほど。お、ここへ、スクショチャンス。しょ。うん。おたけび注意しないとな。スクショチャンス。あー、終わった。うん、壁つっスイッチした。大天狗が投げたな。これ普通に。やべ、必殺来た。パングル強えな。大丈夫。ありがとう。行きますよ、サマソナと。魔導の鎌です。エンド出るな。いや、行け。引っ張りすぎ、怖い。当たったところにシャイニングボッパ。やば、稲妻、当たった。ああ、サンライトになってない。反射だ。俺だ。あ、いいよ。当たりまーす。はいよ。はい。エンド。ここ景色が綺麗でしょ。当たりますね。そんなのんきなこと言ってる場合じゃないでしょ今。え、そう。壁更新できなかった。更新した、大丈夫大丈夫。端っこやで、気が付かない。戦ってくれる。指でずっとやってるの一緒。おっと、やったパクした。おっと、よし、お、黄色になった。稲妻強くない？強いよ、強い。天使ある。
離れろ。後ろもダメなのか。結構しかも広いんだよねこれ。出が早いし。お耐えた稲妻。参考しまーす。あちょちょちょ。ほほ、蘇生壁、杖。あります。あぶね。俺に来るか。これよくりねえんだよな。ナイスパピーさん、アヌビス復活。ヤジゼロ枚はやばい。王子の存在がケルベの後に来ますね。また俺に怒り。ケルベです。ロスナ。いやダメだ、打っちゃいたい。これはしょうがない。もうしびれた。一見さまそう。うわ、これまたこれあったな。なんか三井さんを殴った気がする。三井さん。勢いでもらって遠心で勝つ。あ、また。もう終わるかな、多分。うん。流星。流星になったんだろう。結構早いんだね。はい、お、ありがとうございます。やった。いや、重たいクエストが終わった。これなんかいいものもらえんの？いや、それを言っちゃうとあれ、見たらわかるけど。なんだっけ、今思い出すわ。これで、これ話したら抜けちゃうから、写真撮るんだよね。うん。ああ、危ね。うん。だから、これ話したら写真、あれね、抜けちゃうから。話したらダメなのね。うん、話したら、うん、抜けちゃうから。ヒデさんの、あ、来た。世界樹の葉。すごいね、これ。景色。うん。すごい。ケッチスケッチ。何今、最近。なんだっけ、ま、美少女なんちゃら。美少女回答のボス。これね。どれだ。あ、ごめん、カナさんが隠れるな。ちょっと浮かんだ。あ、行こうか。うん。うん、デビンさん前に。ちょっと待ってね。お写真。合わせるか、しょうがない。おばさん。ついてくんが。あ。ちょっと待って。よし、撮れた。OK。ああ、よかった。みんなで来れて。オッケー、とっありがとう、楽しい。ありがとうございました。ありがとう。よかった、クリアできた。